はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は飛距離くんお役立ちガチャを引いていきたいと思います。で、今飛距離くんが始まってこちらのガチャが来たんですけれども、ガールズもまだあって、ガールズも引きたいです。ガールズも引きたいんだけど、ちょっと先に飛距離くんお役立ちガチャを引いて、まあ、飛距離くんやる上でね、やっぱり特攻キャラが、揃ってた方が倍率がいいので、先にこっちを引いていきたいと思います。で、村雨くんが、デビューしてますね。で、村雨くんは、肩のキャラになります。で、野手ならアイコンタクトということで、ただですね、村雨くん自体はこいつ外野じゃなかったっけ。で、外野でね、レーザービームを持ってたはずなんですよ、こっちで。で、アイコンタクトとね、レーザービームが勝ち合うっていう、なんだかよくわからないキャラにはなってるんですけれども、あと守備の、コツも35で、くれますね。まあ、一応3回目に SR1 枚、村雨くんが出るみたいなので、ちょっと、出てから村雨くんのコツとか、まあ、テーブルを確認していきましょうか。あ、ちょっとボックスが開いたまんまだ、少々お待ちを。ではタンガチャから引いていきますか。またここは村雨くん1枚確定ですね。ま、 R でも全然いいんだよね。飛距離くんの特攻って1種類ずつ持ってると有利になりますからね。 R、PR、SR、PSR みたいな感じで。レア、よし。あれレアも PR なのか。まあいいや。では、10連ガチャに行きます。ここは SR1 枚確定の PR の村雨くんが1枚、おまけか。じゃあさっき R でもよかった気がするんだけどな。まあいいや、引いていきましょう。あ、ちなみに40連 PSR 確定までは引いていきます。お、2枚入ってる。あれ、これ1枚目。あ、そうか、1枚目とか関係ねえ、いらねえ。あ、ナヌークだ。あれ、ナヌークってアップしてるんだっけ、確率。それピックアップされてるからアップしてるか。で、こいつはおまけ。じゃあ、2回目に行きます。バナーから SR ですね。まあ、ナヌークか、村雨くん。まあ、どっちの PSR が出るかにもよるんですよね。お、3枚も入ってるわ。すげえな。そして村雨くん、これはって言ってもね、ピックアップキャラがね、2キャラだからね。俺ナヌーク5だった気がするんだよな、もうすでに。で、じゃあ30連目、ここは SR の村雨くんが確定してますと。まあもうどっちもあるからいっちゃいいんだけどね。ここは1枚村雨くん持ってますと。村雨くん PR 結構出るな。あ、初 R か。これで R、PR、SR は揃った。そこからじゃあ PSR 確定の4回目を引いていきましょう。これはバナーですね。バナー PSR なんで、どっちか。まあもちろん両方持ってないです。1枚、どっち、村雨くん。ほい、村雨くんのテーブルがわからんからな。あ、東条の PR、 またメガネ東条も鍛えたいからね、 PSR。 まあそんなわけで、じゃあ PSR だけでいいよね。とりあえず引っ張り出してくるのは。誰でもいいんだけど、ちょっとココロちゃん倉庫に眠っててもらおう。セーラーココロちゃんも欲しいよな。まあでも極限ココロシークはわりかしうまくいったんで、ちょうどね、極限ココロシークのね、動画をね、撮り終わった後になります。今やってんの。よし、じゃあちょっと見てみましょう。PSR の村雨くん、
どこにいる？ちょっとレア順にしよう。下の方か。あれどこにいる？マジでわからん。あ、いた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 。わかりづら。まず先週データからいきますか。早急一発逆転守備職人レーザービームに守備コツが来るのか。ちょっとだけ多い気がするけど、まあ全体的には全然悪くないからね。で、これでアイコンタクト。そうだよね、ガヒアだよね。すげえな、肩 S、守備 S なんだ。打撃がさっぱりってなんか言ってたけどね、村雨くん。で、テーブル、タック。タックは100で技術ボーナスがついて守備コツ、やる気効果は75、42で105、45で110、タックが上がっていく感じか。タックが最終的に120まで伸びて技術とやる気効果が75か。で肩だよね、そうそう肩だから、まあ悪くはないんじゃないですかね。このレーザービームとアイコンタクトをどう見るかというところはありますけれども、まあ、一応そんな感じでしたと、いうことで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。